ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、キャプテンバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そしてね、日本のマスコミは本当に偏向報道が多いので、皆さんぜひチャンネル登録をして、中華ニュースを追ってみてください。ツイッターの方もフォローしていただけると細かいニュースをバンバン配信していきます。はい、今日のニュースなんですけどもね、別の YouTuber さんがねちょっと取り上げていたので、ちょっと気になったのでね、日経新聞ですよ、日本経済新聞、研究者の中国流出続く、破格の、給与未了、待遇改善急務と、そういった記事をね、他の YouTuber さんが紹介してて、僕もちょっと気になったんで、ね、ちょっと見てみて、それでですね、僕の意見ですよ。このとりあえずね、この日本経済新聞っていうのはかなり、多分中国持ち上げ気味の、経済新聞ですね。おそらくこの日本経済新聞、僕もちらちらとしか見ないんですけども、僕が普段皆さんに紹介しているような中国国内で言われている中国国内の危険性みたいな内容を、この、ね、日経新聞っていうのはほとんど言わないと思う。でこの間ですね、清華大学 の、 金融研究院院長がですね、中国 の、 債務問題とかに触れて、企業の債務の問題とかに触れて、これを、どうしていくか、2021年大きな問題だみたいな、そんな感じで言ってたんですけども、おそらく未だにね、この多分未だっていうか、多分しばらくこの日本経済新聞には載らないか、ずっとそのままスルーしてしまうか、そんな感じだと思うんですよね。で、本題なんですけども、この研究者の中国流出続く、破格の給与未了、待遇改善急務と、これに対してですね、まず言いたいのはですね、清華大学どこ行ったんだよっていう話なんですよね。清華大学にはその優秀な研究者がいて、ランキング上の方に来てるんじゃないのって、これイメージなんですけどもね、そうなんじゃないのって、だったら清華大学よりはるかにランクが下の日本人の研究者なんて呼ぶ必要ないんじゃないのって思うんですよね。だからこれでですね、清華大学 の、 幻想が打ち破られると思うんですよ。で清華大学っていうのは結局その現状を国が困っているのに、国が必要としているチップセットを開発できないでいると、それでね、傘下 の、 思考集団もね、ガンガンお金入れて、国からお金入れて、一部お金入れてもらって、いろんなところに投資して、それでね、破綻してしまうとかね。思考集団ってチップセットを開発するため の、 会社だったと思うんですよ。しかもね、これは清華大学の傘下でね、もちろん清華大学の出身者が たくさん入ってると思うんですけども、ろくろくまともなチップセットを開発できないばかりか、投資しまくって破綻してしまうという、結果になっていますね。日本はなんだかんだ言ってね、たくさん の、 コアテクノロジーを、持っているのですよ。で、このね、日本の研究者の、中国に対する、流出ですね。でそれで中国の技術が向上するかと、そういうことなんですけども、長期的に見ればイエスなんじゃないかなって思います。20年とかね、30年とか、そのぐらいのスパンで見れば
イエスだと思います。ただここ10年ぐらいで日本に追いついてくるかといえばノーだと思います。まあまあ30年後も絶対にそうなるとは言えないんですけどもね、それはですね、まあ、なんでかっていうとその研究機関つってもなんか実態が分かんないんですよね。研究機関で例えば、日本の研究者呼んできてその研究者の、名前権威をもとに、多額の予算を、その研究につけるんですよね。でそれで国からね補助金引っ張ってきて自分のポケットに入れると、そういったことをやっている可能性が、結構十二分にあるんですよ。だって思考集団やってたじゃないですか。で結構ね、なんていうの、その台湾のほら TSMC の誰か呼んで、結局、武漢ですよね。武漢で、チップセット工場の箱物だけ作ってビルだけ作って、まあ、要はね新築の廃墟だけ作って結果的に終わりになってるんですよ。で僕の経験上ね、まあ、今のところその若手のね本当に優秀そうな人たちは別にして社会全体として特にね官僚の人たちがね技術に興味がない、多くのね中国の企業の人ね技術そのものに興味がないんですよ。海外から取り入れた技術をさらっと使って人儲けして終わらせよう、そしてまた不動産に変えようって、そんな思考しかできないんですよね。僕の、専門は映画もその僕の専門の一つなんですけども、例えばですね、ぶっちゃけ日本の監督の方がはるかに、優秀なんですよ。とりあえずね技術的な撮影の面とは別にしてスケジュール管理の面あるじゃないですか。でスケジュール管理の面で、日本っていうのはだから何月何日にこのシーンを撮りますからねって、まあもう本当ね1ヶ月ぐらい前になったら結構詳細なスケジュールがこう渡されて、まあ、それに対してこの役者さんとかねそのスタッフの人とかね大道具小道具メイクの人、みんな準備していくと、そういった感じになっていくんですよ。まあ、早かったらね半年前に決まってますよ本当に。まあ、半年とか1年前にぼやっと決まってて、まあ、2、3ヶ月前、ギリギリでも1ヶ月前には結構はっきりとしたスケジュールが決まってるみたいな感じなんですよね。もちろんねそのスケジュールをね綺麗にこなすことが別にその映画のクオリティを高めることじゃないんで、ある程度余裕持たせていたりとか、まあ、ずれたりはするんですけども、なんかほぼほぼ大体8割9割その綺麗にいくみたいな、100% うまくいくことも、たまにはあるんですけども、いくと。それに対して、中国もう本当にねまともなスケジュールすら組めないんですよ。明日何するの分かんない、だいたいこれだけの道具揃ってるセットここ、どれ取ろうかなみたいな、本当にそんな感じでやってるんですよ。で撮影チームにもよるんですけども、3日後何するのって教えてって、どこのシーン撮るのって、分かりません、そのうちなんか監督が言うと思うとか、そんな返事しか返ってこないし、もちろんね監督の方に聞いていっても分かんないんですよ。だって監督、明日何しようかな、今日1日撮り終わったな、明日何しようって分かんないんですよね。で僕の経験上ね下手したらね、夜中の、3時4時にね、ホテルのほらドアがあるじゃないですか僕の部屋のね、それのドアの下の方から紙のスケジュール表がスッってこう入ってくるんですよ3時4時にそのたまたま起きてたか分かるんですけどね。でそれでその日のスケジュールが書いてるんですそれ。ということは多分起きる時間6時ぐらいだと思うんですけども、僕は大体ほら、脚本全部読んで、基本的にもう行く前に全部覚えてるっていうのし、ほぼほぼやってるんで大丈夫なんですけども、やっぱ準備しなくちゃいけないってあるじゃないですか。だから そういうのがねできないんですよ中国って。だから、簡単に言うとスケジュール管理がひどい、行き当たりばったりで、
スケジュール管理もう何回もね、日中合作で日本の制作スタッフが来て教えてるんですよね。スケジュール管理するとある程度ね、コストパフォーマンスも良くなるし、みんな疲れないし、作品のクオリティが上がるよってことでね、まあ、何回もそのぶっちゃけもう本当に日本の方が上なんで指導してるんですよ。何回もそれでもその中国全体のそういった面はね全く向上してないと思います、本当に。だからでそこからそれって結構ほら、まあ、スケジュール管理 もある程度の技術なんですよね、頭なんですよね。それを何回も見てもそれをなんか学ぼうとしない、そのくせなんかほら誰々が有名だとか、そんなね権威づけに走るんですよね。だからですね、このなんか日本の研究者が中国に入っていっても、もちろんね、まあ、中国の若者でその技術欲しいとか思ってる人たちたくさんいると思うんですよ。でも組織的に動いた場合、なんか官僚のおっさんとかね、で大体ね結構企業の裏とかにその官僚のおっさんとかがいて、まあ、それなりにはお金の関係とかでなんか一緒にやってると思うんですよ。もうそしたらもう無理、もう考えてないもん何も、補助金もらってそれなりにやろうっていう、でそれで自分の任期が終わったらバイバイみたいな、そんな感じでいくんで、なかなかね中国のねこの科学技術、まあハイエンドな部分ではコアテクノロジーな部分ではちょっときついんですよ中国って。だからなかなかこう多分ここ10年とかで日本に追いついてくることはないし、20年で一部運が良かったらね、で30年はかかると思う、まともに追いついていくの、最低でその間日本も、ね、進化していくわけだからね、だからといって、日本の研究者に良くない待遇で働かせるのは良くないと思う。で日本の社会も政府も日本の研究者さんがね、存分に安心してずっと研究できる、環境を整えるべきだと思う。もうそしたらねもう絶対に中国ってまあ追いついてこないと思います。まあ一部ねほらどこが得意とかね、出てくると思う。ただほら今その中国が破格のお金使ってその待遇良くして日本の研究者呼んでるからもうすぐさまそこ10年ぐらいで技術が追いついてくる、これはないと思います。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録と、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。さあ、いってよ。